さて、いよいよ出発が近づいていますけれど。変な言い方。結局四大文明と、その四大人種がテーマの時代だった。その四大人種っていうのは、四つの大化。火の大化。地の大化。風の大化。水の大化。だった。タロットでは火は魔法使い。ワンドね。で、地はペンタクルの、まあ、商人、あれなん、平民、庶民、農家や職人も描かれたりする。要するに市民って言われた。ね、風は戦士、スポーツを持った戦士、ね、剣を持ったね。で、水はカップ、お椀を持った僧侶、ね、まあ、卓発、ね、持ったりし、聖杯、アーサー伝説の聖杯と関連付けられたりした。心の中の樽っていうふうな表現してるゲームがあったかな、面白かったかな。で、あれ、元ネタは知らないよ。うちはゲームで知ってるだけやからね。で、結局、そういったゲームはね、あ、そのゲーム言った方がいいかな、それ、あの、聖剣伝説、マナってやつな。で、それと、あと、ファイナルファンタジー。うちはプレイステーションしかやってんから、あの、系統のは。ファイナルファンタジーの方はゴールデンジョブチェンジシステムだったけど、登場人物、まあ、まあ4人のパーティーでしょ。ってことは西洋次第関係だし、で、まあ、主人公っぽい男の子、青ですか、青とか、青、この子は風の特徴として描かれてたでしょ。ね、火地風水の風やって表現されてた、ね、あんな魔術師が作った物語でね。ね、まあ、ファイナルファンタジーたちはその後、どんどんその、韓国文脈にどんどん入っていったわけ。それは面白いね。で、今、そのコンピューター系のロールプレイヤーも本当に必死に韓国の本場の歴史を一生懸命発掘すべく、全部ファンタジーフィクション化してるわけね。本当はこんなんだったんですよって。ドイツ騎士みたいな世界が実は韓国にこそあったんだと。日本をぶつけると、イギリス選挙もやらない、イギリス選挙もやらないってことやろ。でね、どっちかというとね、特徴で言えばね。で、オーディン、じゃあ職人王って言われるのは、そうやるんですが、4種類のタイプの職人だった。で、五行を生み出したのは地の職人だった。この地の職人王なんていうか、農家。だから五行を生み出したのは地の職人。火の職人は魔法使いでいいよ。風の職人は無戦士でいいよ。そういう職人。で、実際、刃物を使う職人は風の職人か。例えば、寿司職人は風の職人、戦士。じゃあ、煮物職人、煮物を作る人、まあ、魔女、煮物得意でしょ。それは火やね、もちろん。化合、化学変化の世界だね、煮物はね。発酵もそう、火の世界。発酵って火や、ね。発酵の発明は、だから五行じゃなくて、次第で発明されてたわけ。で、水っていうのは、まあ、僧侶っていう職人だけども、心の職人、医者が該当するわけ。ね。でしょ？医者って言っても、その、薬でどうのこうの、薬草。薬草はだから、火でも、血でも、風でもないの。不思議やろ。まあ、薬草は全種類あるかどうかやけど、実は薬草の分類は五行でするべきや。ね。本当ね。でしょ？だけど、薬草って、っていうものを考えたときに、化学変化よりも、いかにして薬草を水にして飲ませるかやから、お湯にして、要するにお茶にして飲ませるかについて。じゃあ、お茶。お茶やん。水食。要するに、僧侶の特徴はお茶なんや。面白いでしょ、これから見た。で、オーディンはその職人の、4つの種類の職人の頭目であったってこと。ところが、3には弱かった。それは、お母さん、奥さん、娘。女の三体験、三権限に弱かった。で、乙巳家の紋章は、実は、いつどもや。で、テーマは、四大職人。ね、で、四大文脈で四大人種がおった。次の世界は明らかにみんな、五行マスターしようぜの世界。肉体世界。そして、薬草の五行分離。しっかり考えたら、自分で健康自己管理、楽しくできるわけで。魔女も活躍する時代になる。その時、乙巳家の紋章は、乙巳門に戻るでしょうね。
大きな本来の文章は十字架やからね。大筋。ね。尾っぽの長い筋。ね。尾っぽの長い筋。十字架。これ大筋。じゃあなんで三つ葉使ってたかやけど、アマタラスの紋章は三つ葉やからね。アルママリアオメガの紋章ね。正確に言えば。ということです。じゃあ、今から楽しみやね。頑張ろうね。この後引き続き、その世界やと思うけど、ただ、皆さんの思考回路のご希望を貫くと、獣人味になるって警告はしたじゃん。望むところでしょ。自分の思考回路を貫いた結果、ドワーフとか、エルフはちゃんで、エルフはごめん、うちらのことやねん。それ以外の妖精、妖怪になるのは別に構わないでしょ。急がんでいい。急ぐやったら山中先生、小方先生の登場や。な。で、まあ、それで、染色体の形変えても、卵子、精子作れるかどうかちょっと疑問ですよ。でしょ？